養ってくれるの？いやそれは無理っすね。いやもう自分マジで本当に金ないっす。スーパーチャットとかもらってないんで、一切。じゃあ好きの月収教えてよ。面白いわ。え、いいよ。あ、いいよいいよ。ディスコードで教えてやるよ。じゃあお願いしまーす。これですけど、月収先月の。え？引いてるやん。お金なさすぎて。ガチ？ゼロ一個足んないやん。いや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 、何言ってますの。いや、まつりちゃん先月いくら。これはこっちに。先月ですか。あれはあ、マジで。5000倍。5000倍じゃん。5000倍ではないが。ほら、あのまつり誕生日とかあったから。ああ、そういうことか。そういうこと、そういうこと。いや、でもそれにしても、いやちょっとやばい、集中できなくなっちゃった。うわ、フロライブすげー。はい、聞こえておりますでしょうか。あはーい、ホロライブ3期生宝生海賊団船長の宝生マリンです。いや今日はシティーズスカイラインっていうゲームをやっていくわけなんですけれども、いやなんかちょっと不安要素があるな。果たして船長一人でいい街が作れるのか。まあ女幹部ん？体勢が、いやいつも通り体勢がやばい。優秀な女幹部とかがいてくれたらね、女上司である宝生マリンね、ちょっと手が欲しいな。女上司、女幹部の手を借りたいな。なんか呼ばれてる気がする。どうも皆さん、ね、高根るいと申します。どういて叩かないで。今すぐに来る叩かない。練習率どこまで言える？こよりはね、言えるかな。 3.14159265 違う気がする。もうすみません、僕は AI なので限界があります。練習率は 3.14159265893583832632633383985085895209394983814====といった具体的な数字まではお伝えすることはできません。一部の小数点以下の桁数をお伝えすることができましたが、多くの桁数まで覚えることは難しいです。いや、絶対できるだろ。世の中のネットワークに接続したらもっといけるはずだろ。時間を短縮してくれただけだろ。へへへへ、どうされた。壊れたかと思った。AI の反逆に合ってる。反乱されとる。え、みんななんでそんななんか受け入れがたそうにしてるんですか？なぜなぜなぜ、疲れたくらいは清楚なんですが。うわー、なぜ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 、嫌いすぎでしょみんな。なぜなぜで、ね、イライラしちゃうの。え、なぜなぜもうやんない。勝手に口の中にパクチー入れたりしないから、ごめんなさい。許して許して許して許せ。なんで怒ってるのかわからない。マジマジポニーポイー。風間いろはさん式、食べたらやばい雑草と、ちょっと待って、言ってることやばいかも。個人差があると思うんでね、こういうのに。あの食べちゃいけない系第3位、毒ダミを除く、なんかちょっとやたら匂いがやばそうなやつ。その変な匂いの仕方が泥臭いとかじゃなくて、異様な植物の香りで、あと硬い葉っぱ系は大体やばい。致命的に美味しくないんだよね本当に。第2位は葉っぱの裏にちょっとふわふわな毛が生えてるやつ、あれやべえ。大体の確率で酸っぱい。1位は茎に毛が生えてて、茎から白っぽい液体とか、なんか無駄に液体なんか出てるやつ、あれは世界一やばい。え、なんかね、味はね、味とかいう問題ではなかったかもしんない。味っていう概念ないから。あれ、お姉ちゃんって呼んでいいのよ。みんな、あら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 わら、あらあらわら、あらあらわ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 ら。あのお姉さんができなくても、あのね、ロリボイス練習しようかなと思って。なんか我が輩に求められてるのってロリボイスらしい。我が輩さ、あの大人なのにさ、ラプラスダークネスって見た目ロリなのに別にロリじゃないよなみたいなってクソ腹立ってから、今日からマジロリボイスで配信するわ。カツモキセよ、我が輩の名前はラプラスダークネスだ。これで配信するから、
我が輩これで配信したら多分5分も持たないような気がするけど、これでやるからな。だってさ、我が輩頑張ってるのに誰にも認めてもらえないんだ。腹立ってきたわ。そういえば、まつり先輩がこの前さ、スタジオで会った時にさ、突然さ、るいね、匂い嗅がせてって言ってきてさ、え、何ですか、嫌ですつってさ、なんで匂い嗅がせてって言ってきたかっていうのはさ、ラプラスがいい匂いについて話、なんか匂いについて話してて、ルイがいい匂いだっていう話になったらしく、その時にちょうど私が通りかかって匂い嗅がせてってなったらしく、そんなことも知らない私は、何ですかって言っちゃったという。嫌ですよ、ちょっと仕事めちゃくちゃしてる時なんで、匂いもどうなるかわからないし嫌ですよつって。そしたらラプラスが隣の方で、ルイはね、自分の匂いを嗅がれるのが嫌なのとか言ってさ、酸いも甘いも知ってますよみたいな感じでさ、ドヤ顔で説明しててさ、ちょっと愛を感じたよね。まだ起動されてないんやね。待って、なんか乗ってる、なんか変態が乗ってた、あの船。しかもさ、変態のお尻光ってなかった今、命。来ない、変態待ちです。あれ来てない、あ、来てる来てる来てる、やっぱ光ってるね、股間。取った、金玉だ。やばい、変態の金玉取っちゃった。マジかよ、なんで1個なんだよ、2個よこせや。ガチの金玉やったんやが。変態の金玉だった、串カツだるま。金玉2個になったね。カエル今金玉2個持ってるよ、みんな。ブラウンブラウン。で、氷って取れない。確かにシルクタッチないと取れないか。え、水にするんじゃないですか、やっぱ。ちょっと待って、あれだわ、松明時間が来ましたね。あれ、羊いなくね。え、どうだ。え、ちょっと待って、やばい、動物、ちょっと、しゅん、動物囲うわ。動物囲います。羊いないわ、やばい。ちょ、隔離しますか、やっぱ。ちょ、隔離する、さすがに。高岡、隔離する方にやる。オッケーオッケー、隔離します。オッケーオッケー、じゃあ掘るわ。ちょっと、こりゃひどいわ。え、これ、え、これ、本当に溶ける。溶けんじゃないって、人は。ちょっと、弱火なんですよ、まだ。弱火なの。何もできない。なんか思い出した、コロネがさ、初めてマイクラした時にさ、はいはい、松明で肉焼こうとしてたの思い出したよな。いや、でもわかる。最初ってね、知識ないとマジでそうなる。儀式だった、完全に。完全に儀式。で、結構フォーメーションとかで近くなることもしばしばって、あ、ねえ先輩、結構近いこと多いですねって言ったら、そうでしょとか言って、なんかすごいよくわかんないね、ちょっとあの絵じゃ表せないんだけど、頑張ろうねって、こういう顔って近寄ってくんだね先輩。決まってんのよ最近、ずっと顔が。生配信の時もさ、みんなにはね、カメラ画角で見えてなかったんだけどさ、この顔だったんだって。みんなにはカメラの画角で見えなくて、あの、こう振り返ったらいつものあのね、可愛いあのね、もう本当にもうビューティーデレ先輩になったんだけど、こうね、もう昨日のレッスン中もね、月あらばガンギマリーフェイスをですね、真面目にやる時は真面目なんだけど、なんかあの、突然顔が決まり始めて、